ボイス。今日はオペックス、じゃなかったエイペックスポイントで遊びますよ。この車はルーチェ？詳しい方がいらしたら教えてくだしゃ。ああ、最高。バグでライトはついてないけどついてます。ああ、ロータリーの音。今回はこれと同じロータリーエンジンの FD を買いに行こうと思います。ここは横浜ですかね。何分開発途中のゲームですから、まだまだ狭いと感じられるかもしれません。雰囲気はよく出ていると思います。日本と同じ左側通行ですからね、運転の練習も兼ねて安全に行きましょう。中古車の店に着きました。裏手に行けばジムカーナに挑戦できますよ。FD が入ってないやん。どうしてくれんのこれ。一旦戻って、また行くと。今度はどうでしょ。おー、あんじゃん。青の RX7 ですね、これにしますか。聞かせてくれ、お前の鼓動を。ああ、たまらねえぜ。暗くてこれもうわかんねえな。大黒町？ここ大黒ふ頭か。今更ですけど。いい音。ただいま。純正でターボですって、すごいわね。まあスポーツカーだから別に珍しくはないんですけど。でもこの手のゲームでロータリーは初めて見ました。あの中で、二つのおむすびが高速で動いているなんてゾクゾクしませんか？しないですね。まあ実際に動いているところは見られないんですけど。中古車はどこかしら摩耗しているので、パーツを修理するなり新しく買うなりして、自分好みの車にしてください。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今3000万以上持ってるんですよね。マンション買えそう。実は一度ロードを挟むと、使ったお金は戻ってくるのに買ったものはそのまま所持しているという深刻なバグがあります。これ以上買えないくらい買いました。ここでロード。所持金が戻っています。インベントリは空っぽに見えますが、すべて売ります。何これ？いや6000万も何に使えと。最後に、成功法で最短のお金稼ぎを紹介します。用意するのは比較的安価なシビックくん。同じ排気量ならストレートは FF が速いってそれ一番言われてるから。クソデカドラッグタイヤをフロントにつけています。ターボチューンです。速ければ速いほどいいです。タイヤの消耗も速いのでご注意を。ドラッグレースは他に立体駐車場でもできますがこちらの方が効率がいいです。18秒より速いタイムだと20万円です。しかも何度もやれます。いやーボロいですね。それではここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。